どうも、西川大輝です。本日なんですけども、実写版の映画リトルマーメイド、これを見てまいりました。感想を喋っていきたいと思います。黒猫チャンネル。幸せな気分というか、海にいます。はい、このリトルマーメイドはですね、1991年に日本では公開されたディズニーのアニメ映画なんですけども、それの実写版が2023年についに公開されまして、他のディズニー映画とまあ同じだと思うんですけども、字幕版と吹き替え版の両パターン見ることができるんですけども、私は今回は吹き替え版見てまいりました。感想はね、もうね、最高です。皆さん見に行ってください。まあ、リトルマーメイド、名作中の名作ですよね。楽曲も、パートオブユアワールドとか、アンダーザシーとか、完全にスタンダード曲ですよね。いろんなアレンジがされて、カフェとかでも流れてたり、世間一般的にはアンダーザシーの方が有名なのかなって感じかもしれないですけど、でもパートオブユアワールドも、ミュージカルのオーディションで自由曲の審査とかがあったりすると、大定番中の大定番。おそらく人気ランキング1位なんじゃないかっていうぐらいのね。と言いつつですね、子供の頃、リトルマーメイドビデオ持ってたし、見てたはずなんですけど、ちょっとね、メリーポピンズが好きすぎて、メリーポピンズばっか見てたせいか、あんまりね、ストーリーを覚えてないというか、なので、まあ、ある意味すごくフラットな目線で今回見ることができました。ネット上で話題になってた、セバスチャンがガチのカニじゃんみたいな。とか、もはやフランダーの方が気になるみたいな。魚、魚みたいなありましたけど、まあ僕はなんかまあ今回実写版っていうことで、すごくこうリアルな感じを追求していくのであればいいんじゃないかなと思って見てましたけどね。まあそれぐらいフラットに見ました。あと楽曲の歌詞に関してですよね、アニメから実写になるにあたってで、まあ、全体的にはアニメ版と同じ訳詞が採用されてましたよね。以前実写化されたアラジンとかはね、ホールニューワールドの歌詞が変更されたりとかっていうのがあったんで、今回はどうなんだろうなぁと思ってましたけども、まあ、もちろん長く生きてる人間にとってはですね、まあ、私もそうですけど、昔のままがいいみたいな思い入れは当然あるわけですけど、ちょっと一旦それは置いといて、今作品を作る、今残すっていうことを考えた時に何を大事にすべきなのかっていうのは、時代とともにどんどん変わってってるよなーっていうことを思うんですよね。まあ、もちろんディズニー側の意向っていうのはあるんでしょうけども、その最初に作られたものっていうのを大切にしていくのか、その日本語の表現として何が美しいのかっていうことを優先していくのか、それとももともとこだわりを持って作家の方が書いた英語の歌詞の意味っていうのを極力表現しましょうっていうことを大事にするのか、それとも英語で歌った時の音の響き、英語の音の響きに極力近い日本語を当てるってことを最優先にするのか、まあ、それともはたまたその全部を実現させましょうっていうことなのか、いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、特にリトルマーメイドはアニメ版で一回その歌詞が変更になってたりみたいな経緯もありますから、まあ、この訳詞っていうのはなかなか難しいですし、まあ、今回の実写版を見て皆さんはどう思いましたでしょうか。まあ、あと最近このリトルマーメイドに限らず、実写のディズニー映画吹き替え版っていうのを見て思うことなんですけど、もともと演じてらっしゃる海外の俳優さんとのリップシンクっていうのをすごく意識されてるのかなっていうのを感じるんですよね。まあ、例えばここは絶対に間を開けて歌うとか、絶対ここはセリフ調で歌うとか、でここは絶対フェイクを入れるみたいな、日本語の歌っていうのの美しさっていうのももちろんこう検討した上だと思うんですけども、やはりそれよりも英語の歌唱をいかに日本語で再現していくかっていうところに重きを置いて歌が取られてるのかなーなんていうことをね、今回もリトルマーメイドを見ながら思いましたけど、まあこれあくまで僕の感想ですけども、そんなことを最近思ったりしてます。でその上でアリエル役の吹き替えを担当している豊原恵里香さん、東欧シンダーズというミュージカルで俳優として一緒にやったりとか、僕が脚本を担当した雨が止まない世界ならという作品出てもらったりとかで一緒にやってるんですけど、まあ、僕は彼女の歌を初めて稽古場で聞いた日のことをすごく鮮明に覚えてるんですが、こうミュージカルをやってて日本語らしい素敵な歌だなっていうのとか、あとこう洋楽っぽい感じで結構ガツンと歌えるぜっていう、この2パターン、こういう人は結構いるような気がする
するんですけど、日本語っぽい繊細さや柔らかさを持った歌なのに、英語だったりとか洋楽っぽい音の響かせ方っていうのかな、なんかそれをこう自然に融合させられる、自然に乗せられるっていうのが本当に稀有だなって、本当すごいなってことを稽古初日にめっちゃ思ってたんですよ。で、今回も映画の中で歌い上げるっていうよりも抜いた感じのフェイクっていうのがあったと思うんですけど、それがフェイクやったるでーみたいな感じが多分僕だったら出ちゃうと思うんですよね。あ、ここフェイクだかますぞみたいなあると思うんですけど、そういう感じじゃない、当たり前にエリカが普通に歌ったらそうなるみたいな感じなのがアリエルとしての自然な表現みたいなところに繋がってて、それが素敵なんだろうなーっていうのを思いまして、ドンピシャキャスティング、豊原エリカ万歳万歳。あと全然関係ないですけど、アンダーザシーの隣の海藻は青く見えるさってなんかいい歌詞ですよね。隣の芝生は青く見える、だけど海の中で歌ってるから芝生じゃなくて海藻っていう、まあ、それだけなんですけど、なんかいいな、なんか映画見てて思いました。ディズニー映画って生きてる環境とか与えられた環境の違いを乗り越えてみたいな、そういう物語が多いような気がするんですけど、まあ、今回のリトルマーメイドの実写版はよりアリエルとエリックの共通点みたいな部分がすごく際立って見えるお話だったなというか、何かをもっと知りたいとか新しい世界へ進みたいみたいな結果、こう物をコレクションしていたりとか、あとこう親っていう存在がある意味では彼らを縛っている存在になってたりとかっていう意味で、すごく共通項っていうのがすごく浮き出て見えるようなお話だったなと思いました。そしてラストシーンですよね。今回映画が実写化されるにあたって、まあ、キャスティングのことで色々と議論がありましたけど、この映画を通して何を描きたいのか、なぜ今この映画を作るのかみたいなのがすごく明確に表現された素敵なシーンだったなと思いました。人種とか立場とかを超えてここから始まっていくんだっていうようなメッセージというか、まあ、僕も演劇に関わっているとなぜ今この作品をやるのかみたいなのを考えさせられることって結構あるんですけど、中にはそれって本当にそうなのとか、こじつけなんじゃないのって思うような作品とか見ててあったりすると思うんですけど、リトルマーメイドはなんかとても2023年に公開されるべき作品だなというか、まあ、もちろんいろいろ狙いとかっていうものはあるんでしょうけど、それを超えて作品として素敵な表現にも完全になっていたなというかですね、なんかすごい抽象的な言葉なんですけど、見てて思ったのは、今はまだまだいろんなことの変化の途中で、これからどんどん世界っていうのは変化し続けていくものなんだなっていうことをすごく考えたんですよね。まあちょっと違うことですけど、このリトルマーメイドがねアニメで作られた1980年代、日本ではまあ91年公開ですけどの時には、実写映画でやれる、そしてこういう表現になるなんていうことは当然誰も思いもしなかったでしょうし、本当に世界は変わり続けてるというか、文明すげえなみたいなことも思いましたし、まあちょっとなんかうまいまとめになってませんけど、すごくハッピーな気持ちでふわふわ見たんですけど、そういうことも、いろいろ考えさせられた、そんな映画だったなというふうに思いました。ぜひ皆さん見に行ってください。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひね、見た方お気軽に、短くても結構ですんで、コメントをこの動画に残していっていただけると、いろんな感想が溢れてハッピーな感じになると思いますんでね、ぜひ書いていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。